はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。正弘様、山根様、間宮林蔵様、ビンゴ猿様、和子様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせて、いただきたいと思います。あと、あの裁判費用ですね、河野太郎に訴えられてますから。昨日ご紹介したですね、スニンジン様はスニンジン様だったようです。スニンさんとか読んじゃったけど、それは間違いでありました。今日はあのヘアスタイルが決まりません。なんか寝癖ついちゃって変な頭でお送りしておりますけれども、私と誕生日と血液型が同じ C カズオ69歳、歴代最長の23年間勤めた共産党委員長を退任、次の選挙に出馬せずに議員も引退するかどうかは不明であります。まあ多分引退するんじゃないかなって思われますけれども、後継は副委員長の田村智子58歳と、決定しました。赤旗で発表がありました。合わせて不破鉄三93歳が次期中央委員に推薦されず参加せず名誉役員に就任するだって。つまりですね、不破鉄三が完全引退して名誉職になって口出さなくなって、不破院政から C 院政へのあの転換移行が行われると。今までは不破 C ラインだったのが、不破が引退して C 田村ラインとなると、命令系統がね。C 和夫退任への世論、そして院政、小池晃は C 和夫の操り人形、これは田村智子のことですか。後継者を決める選挙やれよ、 C の独裁っていうのは間違いで、正しくは不破の独裁。よく分かってらっしゃいますね、この人ね。社民党みたいに消えていきそうだな。どっちにしろ共産党の天下なぞ来ない。選挙のある国で革命って時点で頭おかしいよな。実はそうなんですよね。選挙って自分の気に入らない統治者を取り替えることができる手段なんですよ。で、選挙ない国だと革命とか暴力でしか自分たち、まあ国民が気に入らない統治者、ダメ統治者を取り替えられないっていう。だから革命っていうのも選挙っていうのも、気に入らない統治者を取り替える手段なんで、選挙の方が洗練されてますよね。少なくとも人が死ななくて済むっていう、暴力的でないって部分でだけね。不破鉄三引退への世論、生きとったんかわれ。まだ生きてたのかよ。まだやってたのが驚き。小学校よりでかい豪邸に住む共産貴族不破鉄三、共産党員を無料の下僕として大量に自宅に囲っているという、まさに独裁者の館。名誉役員になったから党の金で死ぬまで料理人とメイドはつく。院政を C に引き継ぐんじゃないの。まあ皆さんうすうす分かってますよね。つい最近までですね、電話で不破に怒鳴りつけられてさ、弱い弱い C 和夫。つい最近ですよ、2、3年前。今までの共産党は C 和夫独裁じゃなくて不破鉄三独裁でした。これが C 和夫独裁に移行するっつうことですね。これを決定づけたのはですね、いつまで独裁してんだ23年もっていう外からの批判じゃなくて、不破鉄三の年齢と思われます。不破鉄三はですね、そろそろ何もかも面倒なってきたな、93歳だしな、で大転換と。党名誉役員に就任なしんで、豪邸維持費や料理人メイド費用は党が出すんでしょうね。私は未だに共産党は不破の独裁って知ってたんで、不破の X デイで党内大混乱って予想してたんですが、息のあるうちに和夫院政に移行しちゃうと大した混乱もなさそうで残念至極であります。委員長を辞めた後で議員として活動はしないと思われるんですよね、なんとなく。新委員長、つまり田村智子にあれこれ指図される姿を見られるのは、外から見てもかっこ悪いし、無駄にプライド高いからね。あと田村智子なんか C 和夫に一言も何も指図できませんよ。議員も引退して千葉のマンションから指示出すんじゃないの。不破ほどじゃないですけど、ピアノ演奏用、専用のマンション部屋
持ってます。C 和夫はピアノのためだけの部屋持ってる。田村智子が表の顔になって、党首討論なんかも務めることになるんでしょうかね。アドリブ得意なんだろうか。この代表交代でですね、共産党が衰えてくれるといいなーって思っております。岸田派宏池会の会計責任者が約3000万円の不記載で立件されることについて、岸田総理、記載漏れは事務的ミスと報告を受けています。一言を修正を届け出ます。捜査中なのでコメントは控えますと。どこまで言っても一言ですね。報告受けてます。世論です。嘘こいてんじゃねえ。修正で済んだら警察はいらん。政治家がミスと言ってる時はわざと。ミスで済んだら警察いらねえんだよ。国民がミスったら税務署やら罰金なのに、自民党ふざけすぎ。事務的ミスなら脱税 OK ってお墨付きが出たで。どうやったら何千万って金額ミスすんだよ。罪に問えるのが5年以内で、5年以内の不記載や虚偽記載なんですけど、修正できんのも5年以内にやればいいっていう合わせ技。で、結局は罪に問うのは難しいだろうなって過去動画で予想しておりましたが、その通りになっちゃったみたいですね。修正出しました。政治家どもが自分に都合悪いね、あの法律、作るわけもない。作るはずもない。ダメージなしってわけにはもちろんいかなくて、まあ、政治家にとって一番痛いダメージ低下って罰が下ったぐらいですね。自民党の支持率がちょっと下がったぐらいですね。岸田政権、派閥の政治資金パーティーを禁止する方針。議員個人のパーティーは規制しないと。これ見出し詐欺がありました。世論です。検討する。やるとは言ってない。さすが検討してたぜ。禁止にして総辞職しろよ。いつも検討してんなこいつ。どうせまた抜け道作るのは目に見えている。これはパーティーじゃない。勉強会だ。また検討モードに入ったかと。FNF、岸田首相政治資金パーティー禁止を決定。検討。見出し詐欺。これじゃあですね、派閥のっていうのが抜けてて、すべてのパーティーが禁止で誤解されるんじゃん。わざとかな、FNA のな。私を訴えている河野太郎ですね。2022年の収支報告では、1回の個人パーティーで3600万円集めてました。2万円として1800人に売りつけたんだかな。多い方なんだろうけど、大臣ってパーティー自粛じゃなかったっけ？影響力が強い権力者ってことでね。それで小野寺さんが資金集めパーティーできなくなって、金欠になって大臣辞めさせてくださいって言ったんじゃなかったっけ？外国人献金は禁止だが、パーケン買うのは制限なしって抜け道あんだから、全部の資金パーティー禁止した方が実はいいんですよね。やるたびね、ごっそりパーケン買ってくれる中国人がいたら、どうしても忖度するんだろう、そいつに。選挙のために地元で冠婚葬祭に顔出したり、地元の運動会に顔出したり、代理でね。そういう代理を何十人か買うために金がいるって話なんですけど、今後はそういうのをネットの力で流行らなくなってくるよ。誰々先生の秘書さん来てくれたの。で、オンに来て投票する。そういうのなくなっていくと思うよ。ネットの力で。そんなこと言ってさ、政策がぐちゃぐちゃだったらダメじゃん。なんぼ顔出してくれたってさ。福岡県北九州市に本拠を構える中堅航空会社、スターフライヤー社が、一匹5万円でペット機内持ち込みサービス開始。非常時には連れ出せません。ペット用酸素マスクも用意できません。とのことでした。世論です。飛行機に乗せる時点で虐待。車で行け、車で。絶対持ち出そうとして、他の乗客の脱出に迷惑をかけるパターンだな、これ。あるね。あるよ。うちの子だけはっつって。持ち出そうとごねる客のせいで何人もの犠牲者が。国の方針だし仕方がない。シューターが壊れるからハイヒールすら脱がされるんだから無理。航空機にペット持ち込むやつは動物虐待の常習者と思っていいよ。脱出時に手荷物を持たせないのは国の方針。もっと言えばどこの国も持ち出せない。まあそれよりも急げってこと。世界中そうなんだって話なんですね。そのスターフライヤー社だけでなくて、犬猫見捨てられないって騒いで脱出遅れて死ぬパターンと。私獣医ですけど、ホテルや実家に預けるよ。そもそも旅行に行く羽目にならないようにしろよ。出張とかねえ仕事に就けよ。国内なら電車か乗用車使えよ。海外だったら船で行け船で。それが無理なら旅行行くな。そもそも
で、ものすごい数の選択肢ありますよね。動物アレルギーの人もいるし、中には恐怖症の人もいるんだからね。私知ってるだけで、どんな小さい犬でも怖いって方が3人、知ってます。それも分かってる限りなんで、かなりいるんじゃないのかな。犬恐怖症。これ理由は説明できない。なんでこんな小さい犬怖いのって言われても、高所恐怖症、なんで怖いのって説明できないように、閉所恐怖症も、なんで怖いのこんなのって説明できないように、犬恐怖症も説明できないんですよ。そういう人もいるんですよ。それも結構な数ね。私知ってるだけで3人いるもん。今日のその他のニュース、くつざわチャンネル、一度アカウント削除になりまして、2018年5月29日、復活開始以来の総再生数が、昨夜9000万回突破しました。視聴者の皆様のおかげさまであります。1年以内に1億回っていうのを目指してみようと思っております。山本太郎、政治で変えるのは難しいかもしれない。僕は、自公、異国、自民、公明、維新、国民民主、以外に投票した人たちの命を守ると発言。先民思想ですね。共産党、社民、令和、その他は政府。山本太郎に守ってもらえるよ。よかったね。というか、政治で変えるの諦めるって革命宣言だよね。革命。選挙じゃ無理だ。暴力だっていうですね。あとですね、自分らの仲間以外は大変化後に生き残れないって、守らない、生き残れない、って脅して仲間を増やす、っていうのは千年王国思想そのまんまなんですよ。いずれ必ず大変化、革命であるとか、なんか大災害であるとかがやってくる。オウムはですね、アメリカ軍が攻めてくるって言ってました。太平天国の乱、ナチス、ソ連共産党、オウム真理教も使った古典芸です。今に大変なことが起きる。うちの仲間になんないと生き残れないっていうのは古典芸、であります。災害救助や、災害避難を妨げるデマ対策を政府が検討開始。もしも新しい法律ができたらば、通称はラサール法だな、とツイッターのトレンド入りしておりました。ラサール校関係者、涙目ですね。知名度上がって帰っていいんですかね。私立学校だもんね。今までラサール校はですね、石のパヨリを放置してきてからな、内心有名になって、喜んでるかもしれないですね。ラサール、ラサールってなるのが嬉しい。今日18日から福島みずほ、社民代表が訪中、戦争をさせないための共通認識を作るのが目的なそうなんですけど、抵抗させない、あるいは自衛、防衛させない共通認識作りに行くんだろう、という意見多数でありました。社民がやってんのは平和活動っては言ってるけど、防衛妨害活動ですからね。辺野古の居座り組にも何度も何度も水穂から差し入れあったって。私参加してたホームレス、東京でホームレスやってたんだけど、スカウトされて辺野古で座り込みやってたみたいな人の話聞いたことないです。あります。水穂先生から気前よく何度も差し入れ来たってな。たまには酒も差し入れてくれた。経団連が夫婦同姓が経済活動を妨げているとして、夫婦別姓を初めて正式に政府提言。同姓のどこがどう経済活動を妨げてるのかは不明。多分あいつらも説明できなくない？誰の言葉鵜呑みにしてんだか知らないけど、別姓導入でね、夫婦別姓にしてソ連大混乱、すぐに元に戻したって大失敗。知らないんだなこいつらな。バカで無知だな。テレビと新聞だけが世界の全てって思ってる、無駄に力があるようなやつはですね、大企業経営者に限らず減ってほしいっすね。政治家なんかもそうだけど、権力者で情弱始末に負えねえからね。2023年度の訪日外国人数は2507万人でした。落としたお金は1人当たり21万円平均で、総額で 5.3 兆円。
1位韓国人696万人、でも韓国人は1人当たり1人7万円しか落としていかないんだって。あと旅行日数も少ない、来るは来るんだけど 2,3 日で帰っちゃうっていう、そういう話。2位香港含む中国、454万人、3位台湾420万人、4位米国205万人、ノージャパンとか言ってたのに、なんで一番多く日本に来るんですかね。韓国は敵国だぞ、韓国人にとってみたら日本は敵国だからな、お前ら竹島軍事占領をしてんだからさ、危機感を覚えるお知らせをしなくてはいけません。アメリカ、カナダで希望移住先人気1位が日本になってしまいました。医療が安い、すごい。女性が一人で夜歩きできる、すごい。子供が一人で電車に乗れる、すごい。どこでも銃声が聞こえない、すごい、などが SNS で拡散した結果だそうであります。医療当てにして老後ね、日本に過ごそうっつって外国人高齢者が押し寄せる恐れありますね。やばいっす。これうーんと増えたらですね、やっぱ外国人は国保じゃなくて別会計の保険制度使ってもらうしかないっすね。老後の高齢者の外国人うーんと増えちったら、そのね、なんていうのかな、やっぱり病気する率も跳ね上がるわけだ。平均年齢が高ければしたらね、赤ちゃんから子供からまでいる国保加盟者にそいつら含めてたら、どん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 保険料上がっちゃうから、別会計の枠作って外国人はこっち利用してねってやるしかないっすね。やんなっちゃうなーって、広めんじゃねえよ日本がいいって、銃声聞こえねえぐらいでなんですごいんだって、いう話なんですけど、メール当院さん大募集であります。2月に懇親会っていうか新年会遅れましたけれども、やる予定であります。登録は、ご登録は動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。